はい、どうもこんにちは、沖縄の関です。ポケモンスクランブル SP、やっと本日2019年の7月、23日配信開始になりました。というわけで、けどさ、アンドロイド版から遅れること何ヶ月だ2ヶ月そんなもんかな。まあ、とりあえずできるようになったということで、早速やっていこうと思います。というわけでタップしてスタート。これでいいんだか、DS 版の方はやったことあるんで、はい、新しい冒険者ですね。ポケモンスクランブル SP の世界へようこそ。このお姉ちゃんちょっと眉毛太いよ。まあ、いい。早速こうやったと一緒に冒険の練習をしてみましょう。画面タップでポケモンに攻撃を行わせます。こういうこと。おお。あ、もうひたすらタップでいいって感じかな。コインは自動で集めてくれる。よしよしよし、オッケーオッケー。なんかボスが来たぞ。人影、はい、トカゲポケモン。画面タップでポケモン。避けたりとかはないの？ないんだか、情け。勝った。クリアタイム44秒01。音楽は DS 版のと同じような感じですね。で、とりあえず見事な勝利であなたの冒険が始まりましたね。 OK。この世界には未知の島がたくさんあって、そこには強くて珍しいポケモンがいると言われています。これはポケモンのシルエットかな？だよね。島じゃないよ、ポケモンだよね。未知の島を調査できるのは強いポケモンと飽くなき探求心両方を持つ真の冒険者だけです。勇者とか言いそうになれた。それ、私は冒険者協会の真帆。冒険者協会では新しい島とそこにいるポケモンを調査しています。ご協力よろしくお願いします。こちらこそ。眉毛太いな。あ、大事なあなたのお名前をまだ聞いていません。ちょっと待てよ。名前、高間佐藤。これでしょ、これでしょ。ニックネーム登録大丈夫だよね、この名前で。よし、はい、改めて私は真帆です。高松さん、よろしくお願いします。眉毛太いぞ。さあ、これから冒険者の基本をお伝えしますね。まずはチャレンジの確認、これが基本中の基本です。やってみましょう。チャレンジ、画面右上のチャレンジボタンでチャレンジの確認ができますよ。これフレンドとかどうなってるんだろう。とりあえず、はい、チャレンジの確認達成です。わかりました、はい。受け取るボタンってチャレン、これ受け取る、はい。でこれで OK。 準備が整う、はい、冒険ボタンを押してくださいね。フレンド機能とかないの？なんか冒険者一覧ってあったこと大丈夫かな。最高。どうすればいいっす。はい、早く探索ボタンを押し、はい、OK。 探したい場所をタップしてください。画面中央のですね、はい、探したい場所をタップしてる。この辺り、羽、何、はい、こんな感じで進めていけばいいってことなんだか。頑張ろう。ちょっとポケモン集めないとどうしようもない。今持ってるのこれあったらしい。しまった、今読み損ねた。前に戻るはできない。はい、ポケモンを捕まえたかなんかそんなことでしょうな。
これでいいんだか、 OK、 なんかいる、なんか向こうにボスがいる。ポッポ小鳥ポケモン、さあ行こう。はい、勝った。結構うん単純だな。はい、今回はこれあった CP62、 68 58、こうやってポケモンを、まあ、探しながら行く、うん、そんな感じか。冒険ボタンを押すと、はい、チャレンジなんかある、あ、受け取る、受け取る、こんなもんか、うん、あとポケモンを交代しよう、主挑戦条件をチェックしよう、主、とりあえずちょっと冒険、はい、これここからポケモンを捕まえに行くのですが、初めのうちのステージは見つかるポケモンの種類が少ないんです。でも主と言われる強敵を倒せばいろいろなポケモンが見つかるように、はい、だけど主は自分が認めた冒険者としか相手をしてくれません。主のピンをタップするとこれか、CP100 以上のポケモンを捕まえる。今捕まえてないよな、捕まえてないよな、わかったよ。ちょっとそのあたりをまた、うん、またちょっと探検して、おー、うん、このあたり行ってみるか。ニャース草原、ニャース、ニャースだったら100行ってよ。今なんか スワイプするとどうなってきた、避けられるってことかな。こうやって避けた、避けた、よいしょ、これでいいんだろうか。必殺技とかないのか、ないよな。よいしょ、よし、はい、さ、ニャス、ニャスのシルエット、シルエット、ニャスの姿はちょっと変、変、よし、勝った。クリアタイム58秒08。今度はポッポ55、ポッポ83、100、ポッポ80、100超えてるやついない。まあとりあえずですね、まあ、こんな感じでやっていくっていうことがなんとなく分かりました。というわけで、まあ今回は、配信開始になったということで第1弾紹介でございます。ちょっとスローペースだけど、これもう楽しんでやっていこうと思いますんで、応援のほどよろしくお願いします。というわけでね、よろしければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではまたね、バイバイ。